皆さんこんにちは、ハワイケイスケです。本日2024年、3月の12日、18時17分、いつも同じような形で撮影してるんですけども、変にこう眩しくなってるでしょ。そういうような仕組みで以前会話交わした内容で、そういう風に撮影されるような形になってますね。今非常に頭の中が撮られています。グレーの皆さんへのメッセージなんですけども、今動画アップロード中で、KVID2307 こちらで、私が相談している内容ですね。これ、国連加盟国へのメッセージでもあるんですけども、SOS という形で、で、以前これ、水面下で SD カードで送って、世界中に、助け求めていて、同性であるグレイの皆さんだったら僕の気持ちとか理解してもらえるんじゃないかなと思って、今回メッセージ送らせていただきます。その内容を見てもらったら、もう一応グレイの皆さんの耳まで届いたかもしれませんけども、だからこそ、僕はあれこれ考えた時にそちらに伝わって時間軸を超えて俺たちは違うとか、そういうふうなことを、言ってくれていた。内容を見てもらったら分かると思いますよ。もう、世界中どこの国も、このような内容でテレビ局が稼働してるんだったら、そのフェイクニュースのことだけじゃないんですよ。だから、皇室の佳子さんも、2年前のね、2022年の誕生日、それをね、ホームページや YK スケの履歴の、90番からアクセスできるところを見てもらったら、佳子さま関係のところ、フェイクニュース見ていて、去年のね、その29歳の誕生日の動画まで、あれまで嘘なのかなって思ったんですよ。昔の、本当は2019年に、結婚希望愛で佳子さまで、皇居へ行ったと。本当はその時が着物を着ていた時かなと思って。で、それで、各年代ごとに25歳の誕生日、26歳の誕生日、27歳の誕生日、28歳の誕生日、29歳の誕生日ということでね、頭の中を整理整頓して、で、去年の12月29日のその誕生日の動画、その時間軸のものであると思われるというところで物事を確定して、こういう話を、しています。だから先に一旦動画停止してもらって、まずその内容を聞いてもらってからですね。だから、佳子さんを偽名使ってテレビに出ていた可能性があると、坂グループかどこかで、もともと大学でダンスをするところに入ってたでしょう。だから変な写真集出してるのか出してないかとか、どういう名前で出ていたのかとか、そういうことを、知りたい。で、各名誉総裁とかも、まともなものなんかないし、あと、公務っていうものも変なものが多い。だからそれでテレビで出ていたのか何なのか。だから一時期、坂グループの人間とかが、えらく調子乗って僕に文句を言ってた。僕よりはるかに、若い連中はですよ。だから、佳子さまが自分たちのグループの中にいると思って、調子乗っていた可能性があると。だから、文人様は、あらかじめ、僕は二十歳ぐらいの頃にフルスラパークで勤務していたときに、文人様からね、眞子様、佳子様が間違えていたら、君の方から叱ってくれたらいいからっていうことを、お伝えしてもらってるんです。権限と言ったらいいのかもしれません。そうじゃなかったら、多分、止める人間がいなかったら、止まらなくなるからですよ。悪い方向へ進み始めて。だからこれも驚愕ですね。だから宮沢智っていうアナウンサーがフジテレビで言いましたけども、そこも宮沢喜一総理の孫なんですよ。
元総理関係とか大臣関係の娘、息子とか孫とかが芸能界でたくさん出てきてるから、もう話めちゃくちゃ真面目に物事を、考えて、だからテレビのアナウンサー、政治経済だったら絶対フェイクニュース言うでしょ。だから偽証罪がついてくる、本当はね。で、スポーツの方行ったらエネルギーの残存量問題に対応できてないっていうことになる。じゃあ天気の方行ったらどうかっていうと、全く、対応できてないっていうことになる。気温の方も同じ。で、一回それを芸能界に伝えて、しっかりとね、芸能界が、ある程度は真面目な方向とか、もうテレビ再放送とかするような形になったみたいですね。なんか男の声がするけど、またストーカー雇用違反の人間来たみたい。どれだけ悪い連中なのかな。この間、柴崎岳が、あれも整骨院が出入りしてたのはわかるけど、そこも、あいつも、あれや、表立っての結婚が、ごめんなさいね、グレーの皆さん。こういう言い方で、フジテレビのアナウンサーと結婚してる。だから、もともと、フェイクとエネルギーの残存量問題が解決できない仕組みが出来上がってる、それだったら。警察車両は来てくれてる、あちらに。回で男の声です。部下多分廊下におる。か3階。2を隠れよう。もう警察官もどれだけ変なやつが混ざってるか本当は分からへんか、この世の中。1956年は売春防止法が出来上がったの。裁判官も、検察官も、弁護士もそう。もっともっとおかしな内容を裁判で通してきた連中は多分だいぶ混ざっと。1階か3階の廊下の部屋の方に。本当サバイバル。グレイの皆さんも作ったけど、本当に。もうちょっとそういうふうに冗談言わなかった。精神的に持たない、本当に。もう政府上層部と関わったらもう大変。先に知識、法的知識とか、いろんなものを身につけて、海外とのパイプを身につけてなかった多分無理だと思う。この件危なすぎて。だからもうテレビ局も、音楽業界もほとんど今再放送になってるんじゃないですか。それとも普通に稼働されています。似たような音楽流れてるからよく分かんなくなるんですよ。以前放送したのは今2024年、3月12日。もうほとんど見てないんですけど、ね、昨日もカウントダウン TV2 時間番組があったんですけど、録画の予約をしてたんですけども、入力出力のところのコードを引っこ抜いていて、録画できてなかった。だから、稼働してるのかどうか、本当に。それは知りたかっただけで、もう今の段階は、この間もね、ちょっとミュージックステーションちょっと見たんですけど、ろくな曲がなくて、本当に。いや、もう明らかに曲と歌詞からして、ふざけてるから、で参りましたね、これ。これで本当のことを、以前も SD カードで送って言ってるんですよ、佳子さまに。本当のことを正直に話してほしいって、僕は天皇家の人たちを信じてるって。で、それで、まだ話してくれないままずっと、場を濁して、通り過ぎてばっかりでしょう。話し合いをすることが条件ですから、まだ結婚祝いでは佳子さまに固定してます。それを聞いてみないと、どんな事情が出てくるかわからないから。で、もちろん、おかしな写真集とか出したんだったら、それ誰にどう言われたのっていうことを聞きます。で、写真集っていうものを普通の服装でも着て出すべきじゃない。それは多くの男性に対して恋心を植え付ける方法であって、浮気する方法だから、それ良くない。だから、グレイの皆さんも写真集なんか出しないでしょ。ちゃんと曲と歌詞、
実力だっていうことで、動いてくれてたわけじゃないですか。で、まあ、いろいろ、この歌詞はちょっと問題ありますっていうことを僕から言って、で、だいぶ良い内容の歌詞に変えてくれたわけじゃないですか。今なんか、子供の声が聞こえたんですけど、アホやっていう声。で、その後の声が、ほんまに向こうの方やって、その淡い圭介側だっていうことで、これ何がまずいって、これも話めちゃくちゃなんですよ。もうこれ一回 SD カードで送った内容、グレーの皆さんも見てもらったかもしれませんけども、そこでも僕同じこと、もう何年も前ですよ、言ってます。あ、これ無理だわと。もう自分一人じゃこれ絶対無理だわと。だからこいつの人間まで偽名使ってテレビ出てる可能性があるから。で、もう眞子さまとかは YouTube とかショートの動画で、まあ、ちょっと変なね、まあ、画像とか動画、まあ、変っていうのは、その、まあ、面白いとかの方なんですけども、だからそれが偽名を使って芸能人としてテレビ出ていたのかどうか、だから結構変わるから、わかんないんですよ、本当に。それしてしまったの方が。方なのか、裁判所の判決がなかったら名前なんか変えれないです。相当な理由なかったら変えれないですよ。だから極みに名前変えてテレビ出てる人間なんか全員偽名側だから。なんかじいさんのね、変な怒鳴り声のようなものが今聞こえてるんですけども、複数のいろんな声が聞こえてるから。その声がね、本当なのかどうかよくわかんない。以前何かあったことをね、聞かせているのか、あ、でも階段だね、降りてきたりするけど、何かな、ちょっとごめんなさいね、本当に、いちいち。最後と鍵を持っておいて、今の、本当にこういう方法を使ってくる連中、気をつけた方がいい。淡井圭介ですけども、ここの住人じゃないでしょう。関わらんといてもらえます？ここの住人じゃないでしょう。淡井圭介に関わろうとしないでもらえます？手に負えない、本当に。逆や、ここの住居に誰や思うとこに。なあ、もう怒っとったら言うこと逆になるから、で、あんまり年齢とかで物事考えん方がええって、してること、あんたたちのしてること、ストーカー行為法違反や、法律違反や。あと、挑発行為とかいろんなものある。累犯加重。併合罪いっぱいあるよ。まだ出てきよう、いっぱいおるわ。わからん。顔見てもわからん。みんな顔結構変わるから。淡井圭介だけども関わってこようとせんといて、ここの住宅無理あるから。本当にみんなエネルギーの残存量問題、それ対応せんかったら本当に無理や。車そんなに気軽に乗ったらあかんて。石油技術的採掘可能埋蔵量残り54年分しかないよ。僕は若い頃残り69年分、国連が発表しろ。
のガスなんか残り49年分最後の最後まで売ってくれるわけがない。もう若い人たちのこと考えてあげて。無理やから本当にこんなの。もう次から次へと車来よう。あんたたちも見ていてわかるやろこの辺のおかしさ。無理、変な人間ばっかり来よう。なんかさっき階段降りて行った男バレたとか言ってるけども、わかんない。もうどこの誰か。もう芸能人の数が根本的に多すぎるんですよ本当に。これ一般の人たちにも向けてのメッセージなんですけども、数が多すぎる本当に。元々の芸能界の仕組みって言ったら、有名になるからお客さんが見に来てくれるなんですよ。だからスポーツに関しても何にしても。だけども有名に、だからスポーツ関係でも金メダルをたくさん取り始めると、有名な人がいっぱい増えるでしょう。じゃあやっぱりお客さん分散するんですよ。だから元々無理設定なんですよ。っていうことはさっき拾ってた音声、途中で僕はグレーの皆さんに家の中で喋っていた音声で拾ってた、怒鳴り声とかは拾えてるっていうことですよね。毎日この状態ですよ。先バレたって言った黒い車に乗って行った男、もう駐停車違反だし、そもそもで言うと法律守る気なんかさらさらないみたいな。これで元ボクシングの世界チャンピオンだとかだったらもうがっかりやわ。金は払わん、ずっと走行雇用違反する。もともとそのガソリン代とかを走行雇用してる時間とか、それをお金払っといてね、そういうことしなかったらよかっただけ。本当にその方が賢かったら一回決着ついてる。だから 2.5% や。みんなそんなに簡単に世界チャンピオンなんかなれてない。ほとんどの人間は脱落したものに。阪神・淡路大震災の被災者を助けるどころか、ごめんなさいね、グレーの皆さんもこんなん見たら気重いでしょ。あと秋篠宮家の佳子さんも今の動画見ておいた方がいい。もう一人で出歩かん方がええ、本当は。危険すぎるから。いやもう、佳子ちゃんでいいと思う、本当に。芸能界、確かその、2年前の2022年の誕生日の時の、あの髪型の時のバージョンでテレビ出てるの見たことあると思う。多分坂グループだと思う。これ分かんないですよ。僕は聞いて、あの本人に確認しなかったら。で、そこでその本当のことを話してくれるのか、その嘘を貫き通そうとするのか、嘘を言う方向で進められたら、もうお手上げ。もう話持っていって物事を変えれそうなところ、エネルギーの残存量で解決できそうなところ、どこもないから。それで一回僕も芸能界っていうところをもう一回閉めた方がええっていうことを言ったんですよ。で、もうエネルギーの残存量もない、ここまでね、喫緊迫っていて、これ、後の世代のね、もっと20年後、30年後の人がこの動画を見たときにどう思うかって、当時の人たちのこと。個人の夢だの何だのって、そんなのどうでもええやないかと。絶対そうなるじゃないですか。それよりも生き残ることの方が大事やろって。で、このパターンね、以前も撮影していて、さっきの、僕よりも年上の男性2名、絡んできたストーカー行為、世界のルール法律、挑発行為とか、
迷惑防止条例違反とか、あともその辺の人間と組んでるんだったら、それ集団暴行だから、自分たちのしてることを、自分が一人でこういうふうにストーカー行為されて、いろんな人間が絡まれた時のことを考えてみたら分かる。怖いから、普通。もう僕と同じ目にあったら分かるから、一人で買い物行ってる時いろんな人間に絡まれるの。多い時相手10人いるから、命の危険感じるよ、普通は。そう、もう分かんない、もうどうしていいか分かんない、 N には全然思わない。ただグレーの皆さんのその以前のその弁護士つけてほしいっていう要請で、その範囲はとりあえず晴山整骨院だとか、簡単なね、労働問題とかの件の、裁判、それぐらいで、まあ、弁護士つけてもらって、その時に、まあ、ちょこちょこっといろんな内容引き出しておいてっていう形ですね。あとはまあ、そこは先は僕一人どれだけできるか分かんないですけども、けどね、天皇陛下の任命で最高裁判所補佐が選ばれるから、あと天皇陛下の任命で総理大臣が選ばれて、そこから各大臣が任命されるから、お手上げ。世界、国連がついてなかったら最初から無理、その国の正常化なんて。でテレビ局はそんなむちゃくちゃ大きな話、割って入ったら自分がどうなるか分かんないみたいなところあるでしょ。その対処の仕方が分からないから、何がどうなるのか、だから怖がってフェイクニュース流して、上から言われてるでごまかして、もうこんな世界無理ですよ、どう考えても。ああ、またなんか次の人になっていれば、絡みにくい連中ばっかり。ああ、もうここの住宅に入り入りせんといて。ここの住宅の住居人じゃないやろ。いや、ここ住んでます。本当のことだけやで。住民票ある？身分証明書。ここの住宅の掃除で見たことないよ。見せて。いや、歯でごまかしたらあかんて。どこに何号室？記録残るよ。108。何人ぐらい出入りしてる？そこの住居借りて。分かってるからこっち。こっち分かってるからって言ってんの。名前は何て言うの？え？大きい声で言って、車が動いてるか分からへん。聞こえへん、本当に。名前言って。何ですか？名前言ってって言ってる。録音できてる。あなたたちが本当にここの住居人かどうか調べる必要があるから。何でですか？物騒だから。エネルギーの残存量問題分かってる？子供に教えてる。エネルギーの残存量問題、石油の残存量問題。僕が二十歳ぐらいの頃、1999年頃、残り69年分石油、今54年分ないから。世界中でトヨタとかもはしゃいで金稼ぎしてるけども、違うから実態。石油もガスもない、あんまりない。安倍総理なんか泣いてる時の映像が僕の家に回ってきてる。これは本当の社会や。お前ら嘘側に回ったら嘘の情報しか回ってこへん。本当の話や。喋っと言っと、ここ記録しと、裁判所に出されたとぼけとだけや。名前言ってって言ってる。個人情報で隠蔽なんかできないよ。住民票取ってる？取得してる？取ってるって言ってるわ。記録をつけと。裁判や。民事でも刑事もあるやろ。それぐらい知っとるやろ。淡井圭介の目的でストーカー行為し、スポーツの勝ち負けで金稼ぎしとか、芸能界云々とかで金稼ぎしようとしてる連中とか多いから。
子供がチって言ってる。108号室からいろんな人間の怒鳴り声とか聞こえてるから、もう証拠もおっとんねん。108号室からいろんな人間の怒鳴り声とか聞こえと、だからそれで分かるから、いろんな人間が出入りしよう。怒鳴り声、数日前とかいろんな人間が出入りしてることぐらい知ってるから、他の人間が入っていってるところを見とうから。なんでダメなんですか？親来て。え？親来たらダメなんですか？住居人なのかどうかを聞いたの。分かる？違う人とかも出入りしてる。女性、他の女性が出入りしてるのを見てる。黒髪の人間。もうやめとけ。その世界本当に危ないからやめとけ。引っ返した方がいい。本当のこと全部バレたら大変なことになるから。テレビ出てる人間見て気がつかないの？テレビ出てる人間見て気がつかないの？嘘ばっかりよ。世の中をまともな方向で生きていこうとする人間が少なすぎる。足らへん。無理や。もうあっちやって子供が言ったけども、テレビに出てる時点でそうなってしまう。どう考えても。何がテレビ出てるの？人の言ってることをとりあえず文句言い返したら済むんじゃない？何に文句言われてるのか分かんないです。石油の残存量問題覚えた？復唱して。関係ないんですよ。あるよ。君たちの人生でもある。僕の人生でもある。正当防衛ぐらい。民法720条である正当防衛ぐらい。あとストーカー行為法や。いや、わかる。君たちは学校で教わっと。つきまとい行為をしちゃならない。ストーカー行為法違反や。誰がストーカー？君、自分の名前言ってって言ったとき言わんかったよ。小さな声で聞こえないようにして録音されないようにしようとしと。怪しい。と言って前も入ってきたこいつ。で、マスクしよう。全員共通や。旅行カバン見たら分かる。グレイの皆さんへのメッセージから、裁判所の証拠に変わっちゃった。はあ、以上。だからある一定のグループの人間で108号室を借りてるのかな。はあ、まあそういうことになる。さっきも言ってた一番表札がない。正々堂々生きているんだったら表札ぐらいいる。108号室だったら以前別の女が出入りしとった。分からん。本当に名前言ってくれなかったら分からん。誰もそう、どこの誰も自分から名前名乗ってくれてん。これは本当、以前もこの子やった。全員同じパターンでハマり込んど。出てきた人間全員同じや。神がかり的な力がみんなに逃れられてん。英語わかんない。いや、日本語。あ、ピアスか。